こんばんはしか言わんやんみたいな。なんか夜ご飯とんかつだったんだけど、もうなんか今日最近逆に食欲なくなって、なんかとんかつも入んないと思って。入んなかった。今日の昼もなんか何も食べる気起きなくて、でもお腹空いてるの、お腹空いてるけど何も食べる気起きなくて、うどん食べたけど、9月の間が地味に食欲湧いてきて、逆にね。いや芋は美味しそうなんよね。芋うどん食べた人多いね。今日暑かった普通に。もう夏かなって思った。夏かなって、9月だよみたいな、9月後半だよみたいな。スタバ行きたい。ね、サンフレも負けちゃった。でもリーグ戦に集中って見れてましたね。うわ、月見バーガー美味しそう。月見バーガー、今日はなぜかくるくる感じた。どこでいい？裸足になってどうするつもり？カープもね、大変そうですね。次は鹿島だね。まず病は気からというように試合は気からかもしれないので、あのあれですね、もうこうポジティブに大丈夫だみたいな、大丈夫だみたいな思っとけばいいんですね。お、ゆるつきまがいいね、いいね。バカキュルさんいいじゃろ。サンフルシアガとクルクラ、クルクラもうめっちゃあれなんですよね。あれはもうクルクラ、今日はサンフレとカープが試合してる時にビンゴビンゴあなたに巡り会えたとか言って、ラビュー竹内先輩とか言って言ってました。そんなこんなわけでちょっとジタバタとめくり合いとか言ってました。ひと夏限りのカフカフ、そうなの？月間が食べたことあるけど記憶にはないかもしれん。クルさんいつ見ても可愛い。あ、嬉しい。クルクのチョイスのブリト、あ、ブリトいいよね、美味しいよね。僕たち最高最高。東京の今日のお昼にモスの月見フォカッチャ。何それフォカッチャ、いいじゃん。あれ、メール届
いでない？メール届いてない？メールに僕隊のレッスンとか止められと止ま遅れてなかったのかな。お休みメールの前かな。ボイトレが地獄だったって書いたから遅れなかったのかと思った。ボイトレが地獄だったとかこれはナッシングでってなったのかなみたいな。そんなこと言うなみたいな。バーガーキングの月にパイナップル美味しいの？すごちょっと気になるかも。パイナップル絶対美味しいじゃろ。今日は来週に向けてうちわのデザイン考えて作ってました。あ嬉しい嬉しい。楽しみ楽しみやで。あ届いてる。あ届いてた。届いてた僕隊そう。ちょさんあれ見てないけど、あのハッシュタグで試合状況は追ってましたね。いやもう今日のボイストレーニングがもうくるくるこんなんだった。普通にお22日は楽しみ。くるくるもだよ楽しみだよ。パイナップル酢豚に入れる。意外に入れるよねフルーツってね。なんか普通にマジ頑張って偉い。ありがとう。22日ですよ。ありがとう。どういうトレーニングだった？今日のボイストレーニングは普通にいつもやってるみたいに歌う、みんなで歌うのかなと思ったら、はいはい、じゃあペダルとシャレンできた道と1番1人ずつ歌って、1人ずつ踊りながら歌ってってなってもそれ言われた瞬間、こんなの。安住がスマホ忘れすぎるのでついにスラップ付きのケースウケるんだけど。パイナップルは肉を柔らかくする。あそうなん、そうなんじゃん。音楽の授業もらして、いやほんまに抜き打ちもう、そんな急に言われるってなって、でみんなこうやって前で見てて、みんなこうやって前で見てて、その中で一人でペダルこいで回ってて、でマネージャーさんこうやってその動画撮ってて、でまあくるなんて言ったっけ、あ言うか、くるくるはーみたいな、くるくるはまあ音も外れてるし、もうリズムも取れてないし、なんだっけ、アクセントも全くついてないんだけど笑顔が良かったよ。すいません頑張ります頑張りますみたいな、普通に頑張ります、すいません。まあ結局はね、アイドルは最後は笑顔なので、はい、笑顔だけ良かったです笑顔良かったらしい。あの笑顔苦手な私が笑顔を褒められるなんてって、もうちょっとそっちちょっと嬉しかったけどね。地獄だったわ。
ちごも、はあ、終わった、もう泣きそう、もう無理、はあ、もう無理ってやつでいちご言ってた。うん、大丈夫でもアクターズの時から教えてくださってる先生で、あのこの前の歌唱力のやつも歌唱力の予選があって終わって最初に会った時に、あなた何ちゅう音取ってんの、変な音取って歌ってたわねって言われた、すいませんって、あんた何て音取ってたのよ、すいませんよ。そうよ。もうにやけちゃうよね普通にみたいな、もうこっちなっちゃう普通に。でも歌唱力あの決勝行った時も、あんた決勝行けると思ってなかったわなんで決勝行けたんって言われたっけ大丈夫大丈夫、あすいません、なんかたまたまなんか順番歌った順番が良かったのかなみたいなとか言って、なんかすいません、それは私も思っててみたいな、それは私も思ってて いけると思ってないかなみたいな、そんな感じ。クルク、うちはでかかったら、え、どっちも嬉しい、でも見たいかもしれん、見るのも嬉しい、そのあれじゃろ、多分ハッシュタグとかで載せてくれたの見て発見という風にもあり、あり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 嬉しい、でもどっちでも嬉しい、当日ファットとかで、まるで地獄のようだ。あ、僕対東京公演、あ、いいね。すっ、黒黒からは紫緑。ぜひ、ぜひ。定期的ボイトレ、定期的もう次からもうボイトレ入ってたらもう一人でやる前提でもう行くから、まずこっちもこっちはもう一人で行く前提、一人でやらされる前提でも行って、もう頑張るあ、広島大阪って追加、くるくるも思った、追加とかってとか言っちゃおうかな、ちょっと聞いてみたりとかしちゃったりとかしちゃって、そしたら検討とかしちゃったりとかしてくれるかな。大阪はなんかいっぱいなんかたくさんファンの人に会いたいなって思ってて、なんか時間増やすとかって、ありますかみたいな感じしたい。結構先だしね、12月勝手にテンション上がってるけど、あ、ペナチョ嬉しいよ、僕たち。ナッシング、ナッシング、ま、会いに来ないやろ、来ないやろ、オラハラ司会の追加日程とか
ね、ワンチャンあるよねとかあるかわかんないけどワンチャンあるよねとか言って、でもさめっちゃ昔あったくない、いつ、あの入ってすぐのさ、まる1時間みんな1時間研究生みんな1時間ずつみたいな時にあったっけ、あれ違ったか、なんかあったよね昔、確かにツーショットしたいよねサンタだしね、確かに、2年の出すのかちょっとないかな、ないかな、そう言いにくいこと言った時が不可実ね、握手もねもう7月、え8、ん7月以来してないよね、嬉しいミートソースパスタだよね、ほんまやで、あ感謝服か、スイカ は再販じゃなくて本申し込みで売り切れないと難しい、えでもさ前回さ追加されたくない、再販で、あれ私多分本申し込みで完売したことないから、でも追加された経験があるってことは可能性はなきにしもあらずっていう、え、そうくるくるさ、くるくるめっちゃ1時間目の女なんだよね、もうずっとさ STU 入ってからさずっとさ1時間目の女をとして君臨してきてるわけもうちょっと夜でもちょっと夜でもありかなみたいな、ずっと1時間目にいるんだよね、くるくる朝弱いってんのに、くるくるさったらトナカイ、何でもいいよ、トナカイでもツリーでも、ね、オンライン、ツーショットも、ツーショットね、今回も会場の中心にツリーがあってそのまりで、え、したいよねしたいよね、したいよね、そう、ずっと1時間目の女、そう年が下の子は拝命されてちょっと不利な気がする、くるくる19歳になる、19歳になる、結構上の方だと思って、なんならノアピーの方が、ノアピーとリオツの下なんだっけ、おかしいだけ、くるくる時間目寝る時間よ、そうよ、1時間目の女事件、そうそうよ、そう気合い入れるよね多分みんなも、1時間前ってなるとさこう早く準備しなきゃとかあるだろうから、いや絶対大変だよなとか思ってる、くるくるも一回がっつり遅刻したら時間は変わるちょっとさあれじゃない、その遅刻して時間変えてもらうのちょっとあれが大きいな、そのデメリットが大きいな、デメリットが、デメリットが大きいな、ちょっと、あ年齢が年下、そういうことかあ今日も近い、嬉しい、寝坊しない人を1時間目して、あーありがたい、確かに安住遅いしね時間ね、前乗りとかもねあるよね、
あずみん流れたもやばい。めっちゃおもろい。1時間前の時朝からメイクするから親にどこ行くの。いやそうだよね、結構早めらしいね。苦しむ時間オーバーしがち。いやずっと思われてる。サイン、あのオンラインサイン会の時からずっと言われてる。サインを早く書こうねって。だってこう、だってみたいな。だってくるくるは前日にちゃんと時間オーバーしないように前日に書かせてくださいって言ったのに、ないって言われるから、まだ準備できてないって言われて、えまだですかみたいな。なってるの、当日書くなんて無理だから。苦しま優香の字の画数を今日も好きが溢れてる。あ嬉しい嬉しい。狂った人数がすごい。やばいやばい、狂った、やばいやばい、狂ったと。苦しま優香やん。あっ、サインかわいい。やったね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 。うん、まあでもお話し会のお話し会があるだけでも嬉しいですけどね。何時間目でも。掃除全部全部なる。ならないですよ。苦しみ優香。50、予想50、予想50。もしこれ50間違えたらくるくる漢字ミスってる。苦しまないでね。ほら、わお。あ、遠いさん、遠いさん、ファイトタワー、ファイトタワー、ありがとう。嬉しい。ゆうかならやればできる、頑張る、ありがとう。やればできると思って頑張る。苦しまならやればできるのファイト、ファイトタワーってこと、ありがとう。優しい。じゃあ追加の日程、追加の日程くるくる交渉すればできるみたいな話かな。違うの。人生うまくいくよみたいな話。嬉しいです、ありがとう、ありがとうさん、頑張る。ぜひ会いに来てね、トイさん待っとるよ。ありがとう。感謝感謝。ありがとう。頑張れってことですね。嬉しい。ありがとう。確かに、あずみんとかさ、めっちゃさ。字数ん？か、ん？じ、ん？画数、画数少ないじゃん。おかたずみ、おかたずみやん。くるか、苦しまいか、苦しまいか、おかたずみ、ほら。少ない。ノアピも大変よ。ノアピも。
もろくずのは大変。ナピといつも共感するもん。マジさ、サインの名前もう書くの大変よね。しかもちっちゃいと、チェキとかちっちゃいと、あの渦まるんよ。あ、渦まる、潰れる、字が潰れちゃうの。画数多すぎて字が潰れちゃうからもう大変よねとか言って、めっちゃいつもノアピと共感してるもん。48画 ?48 の申し子やん。48画、苦しめ言うか、入れかな14画やばすぎ。入れかな、めっちゃいいじゃん。入れかな、縦か横やん。縦か横、でも入れかなうって字好き、あの漢字好き。本名は入れなきゃダメ、時と場合によるけど、ほぼほぼ入れてって言われる。私も交渉するの、これってクリクルでもいいんですかって言ったら、いや、フルネームでお願いしてもいい？はい、はいってなる。一応毎回腹話術で交渉してんの。いいですか、いいですか、くるくる、くるくるでもね、伝わるよね。交渉失敗しちゃう、交渉成立ならない。フルネームハンコいいじゃん。いいじゃん、フルネームハンコ。最近、いやもうてけさ、あの確かにサインって名前略すものだから、確かに確かに確かに、あの苦島優香をフルネームで書きすぎて、あの住所書くときに広島って書いたら、島が苦島の島だと自分の頭で認定して広島優香って書いちゃって、広島県なんとかかんとかなんとかかんとかじゃん住所、広島県なんとかかんとかなんとかかんとかなのに、広島県、あ違う、広島まで行ったら優香って書いちゃう、苦島の島だと認定して、私の頭が。なんかいつも住所書くとき絶対広島優香、間違えたと思って一回消す、県じゃなくて、またやったとか言って。そう、ひらがな苦島優香のときは交渉成立。これくるくるじゃダメですか、本名を書いた方がいいね、ひらがなとかってダメですか。まあひらがななら、まあ早く書けるんならそれで、じゃあそっちにしな。はい、はい、そう、島からの流れで、AI に聞いた、すごっ、 AI がね、あ、ルと島って十画十画なんだ、一緒なんだ。そう、苦島、広島、広島優香のことなる、おもろいんだけど、広島優香ね。本名書いてくれてありがとう。もちのロイヤで、その一回書くとかならいいんよ。なんか100枚書くとか言ったら、100枚苦しまゆか。48画。4800画。おお。おお、そう。2.5、そう。2.5 期研究生もちょっと長いのよ。2.5 期研究生。ってなって。でも今は ST48 と苦島優香でいいけ、いいんじゃけど、 ST48 と 2.5 期研究生苦島優香だったんよ、ちょっと前までね。それも、あら、びっくり。
2.5 クールだよ。2.5 クールやばいじゃん。2.5 クールなんだこれって、多分ちょっと、ま、前じゃない、ちょっと時間経って見返したら 2.5 クールなんだこれ。それも大阪の3回頑張るよ。あのじゃあ早く書く、あ、なんていう、なんかさつながる文字みたいなあるやん、島とかさ、なんか省略島みたいなのある、ないか、果物の管が省略がある、あれ省略のさ書き方ちょっと勉強してくるわ。そうで、本名は見守っとってね。2596やばいじゃろ、やばいじゃろ。なんとか体わかんない、ちょっとこれ全部そう引きたい、 かっこいいしね、引きたい、あれ略字略字ってそれが 2.5 クルになってるかもしれない。 2.5 クルに「る」もね、これつなげて 8の横の8みたいな、このマークみたいな感じにして、ここをこうやってやって「丸チュンチュン」でいいじゃん、「8」「丸チュンチュン」でいいじゃん、「8」「丸チュンチュン」「チュンチュン」「丸チュンチュン」いいよ、久しぶりは書けるやん。島はチョンチョロンチョロロンチョロンみたいな。優しいはチョロロロロロロってこうやってこうやってやっときます。果物の管は丸チュン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 、電話の感じすみません、大変だよ。久しぶりの久しぶりに、留守番の留守で、島ですね、来島。で、優しいの、優しいに、果物の管で、来島優香です。みたいな。あ、愛略す、確かに。愛略してもらうね。でも自分の名前の漢字で一番好きなのは形がね、形の話、優しいの優かな、うん、優しいの優しいが形が一番好き。でも私が一番好きな形の漢字はためなので、ため、あ、この再犯の犯も好き、この犯も好き、犯好きですね。話すと会は結構、話し会はちょっと苦手。書くのが形が苦手。そう、ため。カタカナ、確かにカタカナ早いや。確かにレアじゃしね。確かに来島優香みたいな感じでね。ではマッチョな人、たが腹筋みたい。考えたことないんだけど、確かに言われてみたらこうやってやっててめっちゃお腹割れてる、腹筋割れてる人みたいな感じだね、確かに。これなんか、これに共通点ないね。完売の完は苦手、倍はいけるかも。あ、偽も好きよ、偽。
あ、仮面のか、カリ、カリ好き、カリ好き、カリ好き。詰まってる感じ。え、どこが好きなんじゃろ、くるくる。でも書くとき、基本好きか嫌いか多分自分が書きやすさで決めてるかもしれん。以前、沖さんのファンの方、くるくるのこと、優しい方のゆうかさんって呼んでた。優しい方のゆうかさん。え、この前さ、くるくるさ、多分みんな気づいてるか分かんないんだけど、あ、生誕 T シャツだ。生誕 T シャツ、が売られ、くるくる生誕 T シャツが販売された時にホームページ見たら苦島優香の優が沖優香さんの優になってて、苦島優香の沖さんとのハイブリッド優香になってたから、あ、ハイブリッドになってるって思った。わ、興味の今日はくるくる書くの苦手じゃん。都会に向かう道に見えて好き。確かにちょっとなんかおもろいな。大阪の坂は、あ、でも好きかも。そう、あ、苦しま、そう、この優香になってたの。ハイブリッド。ハイブリッドで。初め分かんなかったもんね。でも果物の管が一緒なの珍しいよね。多分。ストーチは背が好き。背が好き。ウケる。あー、マウ好き。マイ好き、マイ好き、私マイ好き。マイ好き、マイ好き、マイ好き、マイ好き。丘好き。丘、あの山の方の丘じゃなくて岡田とかの丘。マイキューさんのことも好き。マイキューさんのことも好き。飯、飯はあんま好きじゃないかもしれない。ひらがな、ゆ、ゆ好き。カリって字はかっこよくて好き。確かにかっこいいよね、カリ、カル。でも難しい、書くの。カイ、ここ、あ、ココアさんのカイめっちゃ好き、感じ。あ、ココアさん自体も好き。好きな傾向、多分、カクカクしてるのが好き。あ、ル、好き、嬉しい。ハン好きなのに、飯、苦手なのも多分右側の部分だと思う。くるくるの判定。あ、みが好き。み難しくない？みの、あ、のね、あ、やよ、やよい好き。それ絶対あれや。それはもうさ、それは使われてるからね。王騎将軍の時代、あー、普通かもしれん。あ、田んぼのたすきかも。浜むずいよね、浜ひびの浜。くむずい、くむずい、くむずい。この上に湯がついてる、そう、温泉、温泉やん。温泉やん。シーとか。C もむずい、バランス。ともむずい。ソは、ソと、ねと、なんか、いろんな書き方の種類があるやつは、気分に合わせて書き方を変えます。ソは、あ、あ、こうも書けるじゃん。でも私は、トゥン、トゥ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 って書くんです。わかる？パもいい。あ、パね。あ、パ好きかも。は。あの丸がいいよね。なんか丸っていいよね、丸。でも火は好きじゃない。火、あ、風好き、風好き、風好き。
へはあんま好きじゃない。ほ、ほもあんま好きじゃない。え、そう、ゆって一筆で書く人と二筆、くるくるは気分で変えてる。ゆ、あず、あさみんってあさみん、あさみん、アマゾン、あさみんってむずい。丸いとこ塗るの好き、やばい。塗るのおもろい。え、漢字圏の人にはのが可愛く見えるらしくて、台湾とかでのだけひらがなとか。えー、そんなあるん、おもろい。なのバランスうまくいくとちょっと上がる、わかる。でもなは書けん、くるくる、うまく書けんで、いつもなんでって、なんでとか。あ、永遠いい。でも円がちょっと苦手かも。えい、えい好き、えい。あ、希望の木も好き。じゃあ、あは好き、いはあんま好きじゃない、うはあんま好きじゃない、えはあんま好きじゃない、おは好き、かは好き、きはあんま好きじゃない、くもあんま好きじゃない、けも好きじゃない、こも好きじゃない。さあ好きじゃない、し好きじゃない、す好き、す好き、せも好き、そはまあ微妙、普通、そは普通、赤さ、たは、たは、たも微妙、た、ち、あ好きじゃない、つ、あ好きじゃない、て、あ、て好き、と、普通、赤さ、た、な、あ、苦手、に、あ、に、普通、ぬ、あ、ぬ好き、ね、あ、ね好き、の好き、赤さたな、は、はは普通好き、ひは好きじゃない、ふは好き、へは好きじゃない、ほは好きじゃない、まは、あ、まは好き、みは普通、む好きじゃない、むめっちゃ好きじゃない。むむずい、む私下手書くの。むめ、め好き、も好き、む、うん、ってバランスむずいよね。ねぬのくるくるしてる、さんくる、確かに、いや、くるくるしてるのが好きなんかな、確かに。赤さだな、は、ん、は言ったか、まあ言った、や、や好き、や、ゆ、ゆ好き、よ、よは普通、さたな、はま、や、ら、ら好きじゃない、り好きじゃない、る好き、普通、れ、ま好き、ろ、普通、わ、あんま好きじゃない、お、好きじゃない、好きじゃない。これこんな感じ。こんな感じかな。そう、歯は好きだけど歯は好きじゃない。そう、重要、重要なんです。あ、うまく書ける書けないと好き嫌い比例してる、比例してる。句の評価は好きじゃない。句は開き具合が難しいから好きじゃない。仕分けを A は好き、 B は好き、 C は好きじゃない、 D は好きじゃない、 E は好き、 F 好き、 G は好きじゃない、 H は好き、 I は好きじゃない、 J は好きじゃない、 K 好き、L 好き、 M 好きじゃない、 N 好き、 O 好きじゃない、 P 好き、 Q 好き、 R 好きじゃない、 S 好き、 STU 好き、 STU 好きよ、 STU 書きやすい。
エスティユー好き。V 好きじゃない。 W アマ好き。 X アマ好きじゃないツイッターの方が好きX よりツイッターかな。 STU のスッキリ感、STU のスッキリ感やばい。てか並んどるのもやばいしね。 ABCDFG HJK LMN OPQR STU 並んどるのすごい。だって高1の時はまだ学校行ってたから STU 英語の授業で STU って言われたらあれなんかあれ呼ばれたかなと思ってた。そうもう本当に今日旧ツイッターがってて X って言ったらちょっとツイッターでなんか Z もあんま好きじゃない。 Y もあんま好きじゃない。くるくるの変な仕分け。STU すごいよね。でも初めはさどうだったんじゃろ、なんかしっくりきてなかったんかな。初めに作った人 STU STU ってきてなかったのかな。自分らもうさ決まったのを発表されたり、まあ、自分らはグループをした時にはもう STU ってなったからしっくりきてるけど、初めに STU って考えた人はなんか違うなと思ったんかな。ポストじゃなくてツイート、わかるわかる。瀬戸内内じゃなくて瀬戸内海 STN だった可能性。 STN48 言いにくいね。 STN とか全部すごい、全部なんかすごいすごい。あの48グループの3つ単語 AKB の AKB めっちゃいい並びじゃない。 AKB あ全部好き。 AKB HKT ショールーム結構好き。ショールームの文字の並び結構好き。R 単体好きじゃないけどショールームとして並んでたら好き。あえそうじゃん、え全部 A じゃん、知らんかった。 AKB SKE HKT NGTSTU NMB え知らんかった。すごすご、たくさん好きって聞いてるし、好きじゃないよ結構で好き、これは好き、好きじゃない、微妙とか言って地味に微妙が一番刺さるよね。好きじゃない微妙。確かに HKT ってね普通福岡で作るもんね。普通とか分からんけど全然気づかんかった。絵から始まってるの。すごっ、江田島方程単体で急に江田島、え
HKD48 も HKT やん。HKD。 ね、確かに広島ラッツしても HIR、 HIR48 も言いにくいね。EDJ EDJ STU、 いや STU ね、 STU48 NMB、 確かに NMB NMB、 え、ちょっとくるくる頭良くなったわ、全部 A から始まるって聞いて。すごっ、これみんな知っとる、これみんな知っとったん、これそんな大々的に言われてない、もっとこれさもっと言っていこうよ、全部の48 A から始まってるんですって。くるくる結構こういうくるくるみたいな文字好きに、あれだよ、文字好きにハマる、ハマる内容じゃない、くるくるみたいな文字。文字が好きな人に。あ、で漢字とかさ、形で好き嫌い覚えるから得意なのかも、漢字。あ、なんか得意とか言ってなんか漢字できんないやんとか言われたら、思われたらどうしよう。アズミンが支払いできなかった？おいおいおい、それはやばいよ。あ、ライン、あ、ライン来た。おい、何をやっている。それではスクショタイムしたいと思います。え、今配信中？あれではずみん、あの後回しにするからそうなるんよ、じゃけん後回しにしないようにしよう、一緒に変えていこう、生活から。こう後回しにせずに先にやる、大事なこと一緒にやっていこう、そうやって、そういう風にそしたらこういう、こうちょっとしたミスとかも減っていくはずですね、はいこれから一緒に頑張ろう。そしたらね、全然別にこうやって攻める気はないからめっちゃおもろいめっちゃおもろい、これネタ受験ね、ネタ受験ね。一緒に一緒にこれから早めの行動をこう心がけていきましょう、一緒にね。はい、それでは告知タイムは告知タイムはあの確かに再販中です、ぜひオンライン話し会お待ちしております。あのハロウィンの格好をしたいと思います。それでは壇上13位忘れっぽいもち、12位スクエア、11位奈良西、10位竹まつる、9位マックス鹿児島、8位柏木まさき、7位
島次郎光一、6位キュエル、5位トマトポ、4位エイヒロ、3位福ちゃん、2位ケイちゃん、そして1位はドゥルルルルルルルパーン、トウエさん、ありがとう。トウエさん、ありがとう、ありがとう。今日も見てくれて、あ、タワーもありがとう、ありがとう。今日も見てくれてありがとうございます。明日も頑張りましょう、おくくるで頑張りましょう。それではおやすみ。